ほう、ここが祇園か。さ、では入ろう。ちょっと待ってくれ。ん？どうした？都合でも悪いのか？この格好で入るのはちょっと。そうか、そうだったな。お主は剣士と駆け回り、二つの顔を持っておる身じゃからな。え？あんたどうしてそれを？わしはお主のことを前から知っておるのじゃ。ずーっと前からな。だからお主に今日案内を頼んだ。どういうことだ？詳しい話は後でしよう。それより早く控えてきたらどうじゃ。ああ。わしは門を入ったところで待っとる。早く戻ってくるのじゃぞ。そうかと。あれは獅子だ。そうかそうか。あんたもこの町初めてなんじゃな。せやねんじいさん。せやから案内せえっちゅう言われてもできへんねん。どうしたんだあんたたち。今からあんたの店に顔出そう思ってたんや。なんだ、二人は知り合いか。それはよかった。どういうことなんだ。いやいや、このじいさん祇園が初めてらしいね。せやからわしに案内せえちゅうてな。お前が来るのが遅いから先に中を見て回ろうと思ってな。この固めの兄ちゃんに鶴屋って店の場所を聞いてたんじゃ。なあ、そろそろ教えてくれ。鶴屋にいるあんたの身内ってのは誰なんだ。おはるじゃ。何？じゃああんたは。それはまあおいおい話すとしてだな。ちょい待てよ。何やおはるって。そないに有名な遊女なんか。いやいや、まだ小さい子供じゃよ。だが桐生殿も痛くお気に入りの娘なんじゃ。ほう、そりゃすごいな。桐生ちゃんのお気に入りか。おい、ちょっと。さ、じゃあ行こうではないか、その鶴屋に。そうじゃ、兄さんも一緒にどうじゃ。え、ええんか一緒に行っても。よいよい、遊びはたくさんの人数でした方が楽しいものじゃ。さあ行こう。おいおい、何をしておる。さっさと案内してくれんか。わかった。